現役を、一線を退かれて、今度は指導者としての道を今、進んでらっしゃるわけですけど、ども、国際武道大学の監督として、1年目で優勝に導いて、2つタイトル取って、素晴らしいご活躍で、これから先の J だ、世界だっていうところを目指してらっしゃると、その監督という指導者としての話を伺うに際して、藤川さんの、なんですか、師匠がいらっしゃる はいはい、そのあたりの話をぜひ聞かせていただきたいんですがあの自分がです、ねはい、現役を辞めた次の年に、はい、あのブラジル人の監督がすごく多かったんですよ、はい、で僕はもうブラジルは4回行ってるので、はい、もうヨーロッパ行きたいと、<ー>今までと違う観点で世界を見てみたい、ど,でどうせ行くならナンバーワンのところ行きたい。うんうん 今どこが強いんだ当時からバルセロナ FC というのが一番強いった監督誰やってんだオランダ人のアヤックスで世界一に輝いたルイス・ヴァン・ハールっていう監督がやってる行こうと来ねないけどどうしようみたいななんとかなんないかなでとある方を通じてファックス送って「大丈夫そうだよ」っていうレベルでもういきなり行っちゃったんですよ それはバルセロナ FC で一応話は通ってると思うんだけどみたいな指名に話したって門前払いですよね初日ずっとそこで待機したけど結局会えなくて2日目ファンハールが入ってきた時にあの車を止めてのところで門のところで止めて日本から来たのでファックスてるはずだけどで通訳はあの雇ったんで現地で日本人の人すごいお金高いお金で。 で説明してそんな話俺は知らねえみたいなそのファンから全然知らないでももうこのまま帰るわけいかないんでお願いします何とかしてくださいもう30分ぐらい交渉してでとりあえず明日来いとそっからですそっからあとはもうそのキーパーコーチのフランク・ホエクさんってまたこの方もすごい有名な方なんですけどその人と2人にその翌日から入れていただいたんです入れていただいたんですか 偶然というか受け入れてくれててくそこからもう勉強の日々が始まってで1年目の最終日には「お前何やってんだ」とでキーパー出身でキーパーコーチやってキーパーコーチを極めたいと思ってますとでフランコ・エイクさんっていうのがヨーロッパサッカー連盟の一番長老をやってたキーパーコーチの方だったんでその人に教わっててでファンハルがファンハル監督が「お前監督はやる気ないのか?」とって言われてその時はやる気なかったんですよ。でもその話を聞いてるうちに まあなんかまあスペインにいる時はそうは思わなかったんですけど日本帰ってきてキーパーコーチやりながら監督やりたいなっていうのがどん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 膨らんできてで2年目行った時に監督やりたいんですそうかって言ってでその最終日にじゃあお前になその監督として監督だけじゃなくて世界どこ行っても指導者としても経営者としても起業家としても成功する5か条っていうのがあるんだ これさえ知っておけば、うん、絶対にあのお前どこの国行っても成功するから、うん、ただこれだけをのあの見逃すなっていうか、うん、抑えとけというふうに言われて一個一個全部オランダ語で書いてくれて、えー、サイン入りで、えー、A4 の紙に書いてくれて。えーえー